パンポーン。こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。行ってなかった地下墓もしくはダンジョンに行きたいと思いますので、この醜き地下墓ですね、調香師の廃墟の近くにあった地下墓に行きたいと思いますと。でどんな感じか全く分かってないんですが、いつも通りパッ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 パーと行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。危ない危ない。あーなるほど、お前らか。初めてだな今週が出てくるの。よし、はい、危険のエンジンを展開させとくだけで敵が倒せるんだな、これが。どこだ、下あるか、これあるね。でも多分これこっかい、こっから飛び降りるのはダメか。いた、やべやべやべ、オッケー。ん、なんだこのマガマガしい感じがするな。なんだこれは。え、なにこれ。いや、わかんないわかんないわかんない。あ、さっきの下に来たのか。なるほど。で、ここはボス戦と。あー、え、じゃあ、さっきのところ飛び降りないといけないね、これ多分。なんか出てきたな。お前か。1,2,3,4 4人ぐらいかな。さあこれで OK かな。あとは囲まれてもいいようにアークを準備しとくか。関係ないね、関係ない。したいしたいしたい。翼の昆虫、はい、翼の昆虫ね。君たち確かに翼の昆虫だ。あー、はいはいはい、ここに来たわけか。なるほど。で両側に誰かいるのかい。これは呼び声がごめんなさいごめんなさい。でこっち側に来ないとね。出るの子か。オッケー、じゃあまあボス行きましょう。そして行く。ん？オッケー、なんか分からんけど、調香師トリシア、トリシャ、トリシャなのかトリシアなのか分かんない。あぶない、ツオー、危ない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 、キュ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 、めっちゃキュ、あぶねー。 OK、 いける、これもいける。 OK、 はい、今週の獅子だ。だが OK、 ギリまあまあギリ。調香師トリシャ、調香師トリシャ、トリシャはかつて癒し手と呼ばれ、今週や忌み後あらゆる汚れの治療を志した。そしてそれが破れた後、彼らの死の付き添いとなった。その最後がせめて苦痛なき安楽であるように。それは資金の始まりにも似ている。はあ、意外と大事なやつだった。なるほど、じゃあ戻りましょうか。次はこの賢者の洞窟ですね、来ております。まあここもパッパッパーとやっていきますので、よろしくお願いいたします。ちょっとまた暗いなこれ暗いとこばっかだな、やだね。あ、これも絶対絶対そう、泥人かなあれは。さあまあ使った分は回収していきましょうか。
ああ、泥人じゃないね。ってことは、ああ、もう分かってるんだよな。ってことは、いやあ、本当に新生属性、進行を上げとくと、かなりいいかもしれないな。喪失位牌と、死の国営薬。ほう。特になし。ルーン、オッケー。こっちは怪しいね。ここは怪しいね。ぜ、うじゃ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 。ちょっとちょっとちょっと。さあ、つく。いや、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。やばい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 。で、まずはこ、まずはこいつ、まずはこいつ、まずはこいつね。で、その次お前。えぶっつ。危ない。オッケー、オッケー、危ない危ない危ない。なんかしき、なんか、来ない来ないで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 、はい来ないで、はい来ないで、はい来ないで、はい。はいはい。はい、オッケー。いや、かなりめんどくさいなこれ。量考えて。そんな来ちゃダメよ。何個あるのこれ。さすがにそろそろあるよね、ミミック。はい、はい、わかりました。じゃあ全部順番に上げていきます。寄せちゃおう。これなんだ、植樹、植樹かな。じゃあただれた樹、わからん。植樹、植樹ということにしとこう。クロノのフードで、あとはハッキン漬け。滞在の予言をか、密かに示すものとされ、火を灯す植樹、植樹かな、には禁じられた紋章である。はい。艶のない黒布の風土、その素顔と正体を隠す者たちの装束、この世には知られるべきな、知られるべきことなどほとんど存在しない。どういうこと？ん？なるほど、わかりました。ではまず一発で、いや一発で倒した、オッケー。一発で倒したならまず一発こいつ当てて、うわーさす。はい、さよなら、さよなら、さよなら。まず一人、一人減らす。そして回復、そして下がる。来ない？来る。はっ、マジ半分やば。あいつ、あいつ頭おかしい、あいつ頭おかしいです。やばい、ああちょっと待って、あいつは、あいつ頭おかしい、アップで、はあ、はい、やば、いや、かり、え、5個しかないんだけど。ちょっと待って、つぶてである程度減らして、で、こいつも減ら、へ、撃ってくる、ボウガン撃ってきやがる。で、倒して、で、ここで倒す。オッケー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 。あーし、よしよし。この火力が高すぎてはいけないんだよ、やっぱ。すぎてはいけない。ここ危ない、怪しいね。はいはいはい、光漏れてます。いい試験ね。はっ、え、あ、まあ、ここは大丈夫か。黄金の王や、何もなし。竜将士、猛禽、あ、猛禽のかぎ爪。細く鋭い2本の爪、カラス山の教師たちが自らを死の猛禽に持つための獲物。空中からの攻撃にも優れるほか、そのため攻撃も猛禽の強襲のごとくであると。これもう技量特化戦士向きだね。ここは間が空いている、ジャンプする、
うわ、怪しい。もうなんかもう壊すのが嫌になってきたな。あ、ここも怪しいな、おい。で、これは猛禽の黒羽と猛禽の仮面。めっちゃかっこいいやつ出てきた。食い込むように顔を覆う恥骨の仮面、烏山の教師たちの装束。自らを真の猛禽に持つために、持つ時にひとたる意識を残すための呪具であり、被るものを締め付け続ける。猛禽の黒羽自ら、ああ、これでもジャンプ攻撃が強化される。我こそ死の鳥なりと。ジャンプ攻撃が強化されると。ほう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 、そんなんがある。ここ怪しいよね。はい、ボス、マジか。ちょっと待ってね。一旦待ってね。一旦待っていただいて、ここだね。あ、ツーボス。ツーボス、カモン、イエー。多分裏ボスであろう方から行きたいと思います。で、使うのは危険と危険。ガレス、施術師。なんか違う、なんか違うの来てる。なんだ、なんか違うの来てるぞ。回復しよう、これ、一旦。あぶね。こいつか。あぶね、なんか来てる。あぶね。ほい。あ、震える。で、これ出して、これかわして、かわして、あ、お前何回でも湧くん。ふざけ、ちょっとふざけてんな。やばい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 。これかわして、かわして、しっかりかわして、しっかりかわして、しっかりかわして、はい、で、で、うっつ、かわして、ちょっとマジ、こいつ、オッケー、ガラス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 、カモンガラス、サメ回復、回復して。HP 回復して、 HP 回復して、 OKOKOK。 何、危ない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 、これやばいな、危ない、あと1個、危ない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 、はっ、マジこいつ、うわー、マジうざ。これちょっと自分もうオレグさん使いますね。これはさすがにただただうざいんで、いきましょう。もうバリバリに使います。これは相手もただ一戦をしてくるのであれば、俺もただ一戦をする、それが上策です。オレグさんに ちょっと任せておいて、あ、ちゃあ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 、なんだ、はい、オッケー、もうこれでいいです、これでいいです、もうこういうやつはこれでいい。え、家族の首、マジ、赤銅製の首を鎖でつないだ武器、異端の賢者、施術師ガラスの獲物。その首は妻と二人の子に似せて作られている。頭おかしいんじゃないか。赤道の首をゆっくりと揺らしながら追いすがる怨霊たちを呼ぶ戦技。祭祀の苦悶がたたり招くのだ。いや、もう頭おかしいこいつ。もうやだ。もう一ボス行きましょうか。さて、何ですか。うわー、何これ。四角か。オッケー。どこだ、どこだ。四角どこだ、四角どこ。あ、これあれだ。ちょっと待って。タイムス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 タ
ッケーオッケーオッケー、見えた。オッケーオッケー。あっ危ない、邪魔だな。まずこれ出して、いやー最悪。ちょっと待ってね、待ってね。まずこれ、うわさす、いや見え、だってこれ出して、うわーマジか、松明攻撃ない方がいいなこれ。まあ、そのままいつもの感じでいくか、いつもの感じというか普通な感じでいくか。ダクソ3でいく。くっす、オッケーで、これで下がる。はい、横ぐるんぐるんぐるぐりぐりぐり、ドン、うわ当たるか。ほっほっほっ、先生くそくっそ、マジか。よし、いきます。さあどうだ、普通にやってやろうじゃないか。はい、普通にやってやろう。はい、 OK。 おい、いいぞいいぞ、俺は戦技なんて使わなくても別に、オップス、危ねえ。戦技なんて使わなくても別にお前に対しては勝てるからな。おいほいほいほい、はい、おい、くっ、うっ、オッケー回復、はい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 、いいぞお前、どう来いよ、来いよ。どうした、どうしたおい、おじけついたか。あー当たるか、今避けたと思ったんだけどな。あーちゃ、はい回復。どうした、俺は R1 と丸しか押してないぞ。どうした、四角、はい、くそ外した。どうした四角、その程度だお前。未隠しのベール、これあれだな、多分青の妖精のやつだな。敵から離れていればしゃがんだ状態で姿を隠す、光沢のある暗い布をまとめた、まとったじゃないね、まとめたタリスマン。敵から離れていればしゃがんだ状態で装備者の姿を完全に消す。かつて暗い刃の刺客たちが陰謀の夜にその姿を隠したベールの一部。へえ、あ、青い踊り子とは別か。なんか見た目が似てるからあれかと思ったけど。では終わりましょう。こちらですね、ウィンダムの地下坊に来ております。で、ちょっと魔法の構成変えてきまして、この辺の順番もちょっと変えたりとかしつつ、あとは見えざる姿をねつけてきました。これでね、かなり攻略が楽になるんじゃないかなと思います。で、あとは装備の方で炎の君主君直剣をプラス10にしてきました。なけなしのね、半石3かな、あれを使いましてプラス10にしてきましたので、地名が取れやすい、崩しが取りやすいのではないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。おっと危ねえ危ねえ、あー罠罠、あー大きい声出た、罠あるんですね。はい、わかりました、罠があります。皆さん罠ありますよ。さあそれでは先行きましょうか。ギロチンがあるときは上も警戒しようっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。上に行ける道があるので、
危な。オッケー、ダメージ食らった。オッケー、食らったわけ、食らったわけ。うわ、ちょっと食らっちゃダメ、危ねえ。お前ら何雷壺投げてきてんだ、やば。ここにもなんかありそうな雰囲気はあるけどね。あ、いるね。いますね、あそこ。多分今の私の魔力の力なら、これだけでやれるだろう。一応準備しとく。あ、やれないですね。やばくない？いや、ちょっと。いや、こいついい動きする。はい。いや、こいついい動きする。オッケー。やば。え、え、そんな動きするインプいる？なんだこれ。なるほど。上にきっついてるわけですね。走り込む。で、ここがポンポンポン。ローデル兵か。なるほど。で、ここは？ここ開かない。はい、OK。ちょっと寝かしつけたいな。あのローデル兵寝かしつけてこようか。はい、OK。で、奥の。奥の橋を上がろう。多分上から行く感じだと思うので。だいたい上からポローンするところがあるはずなので、またまた罠あるよ。うっつ、あーて、お前、お前、くそ。雷のサソリってことは雷ダメージが上がるやつだね。はい、倒していく。おやべ、ちょっと待って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 、はぁ、あ、やば。ちょっとあと4つしかないんですが、え、とりあえずあれを起動させようか。やばいな、なんか出来がやばすぎる。あ、危ない危ない、あー危ない、危険、ありがとうございます。危ない。え、やばくないこれ、殺意高いよね。いやー、なんかちょっと胃が痛くなるぐらい殺意が高いんだが。はい、下ですね。はい、そうです、正解で、ああそうだね、オッケーオッケー。カニ、製法書、カニ。ちょ、さすがに5万は失いたく、だってマジ、え、嘘、開かない。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだ、ああそういうことか。オッケー、これ開くでしょ。あ、え、開かない。え、じゃあどうやって行くんだこれ。ここどう戻るんだ。あ、ここにある。あー、落ち着いてみるべき。さあ、じゃあ戻りましょう。ボス倒しに行きます。トラップあるよ、トラップあるよ、トラップあるからね。危ない。あ、忘れてた。ウィンダムの近くボス行きます。お前かー、多分これビリビリ飛んでくるな。これだー、きついね。ほっほっ、軽くで出して、で出して、はい、だ
で、で、これでいける。いける、これでいけるはず。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい、オッケー。はい、一発出して。危ねえ！なんだよ、今の。で、これ当てて、もう一回当てればいけるはず。オッケー。よし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 。うまいこと使えてる。で、倒すと。よし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 、スズラン積みの鈴玉。いやー、性格悪い、このもこのダンジョン。あー、よし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 、やっていきました。結構ちょっと性格の悪いというか、結構なんか作りが、殺しに来てるダンジョン多かったですね、今回は。で、多分これでアルター高原はね、全部やったんじゃないかなと思いますので、次回こそゲルミア火山行きたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。私のチャンネルですね、 90% ぐらいの方がチャンネル未登録でご覧になっていただけてますので、気に入っていただいた方はですね、チャンネル登録、高評価で、あとはコメントをいただけるとね、嬉しくてすぐ返しますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。良い子は寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。